ディナ・サワヤマは、ロンドンを拠点に活動する新潟県出身の女性シンガーソングライター、ファッションモデル。所属レーベルは、ダーティーヒット。日本領域は、エーベックストラックス。1990年に、新潟で生まれ、その後東京に移り、4歳の時に、父親の転勤で、ロンドンに移住。ロンドンでの生活の方が、自分にフィットしていたので、その後も、 母親と一緒に現地に残る。ノースロンドンの日本人学校に通った後、ケンブリッジ大学で政治学を学ぶ。学生時代から音楽を作り始め、大学卒業後はアーティストとして本格的に活動を開始。作詞、作曲、プロデュース、ミュージックビデオの監督までを全て自身で手掛ける。エーカルチャー誌、デイズド、NY の音楽誌、ザ・フェーダー。 ベイバイスメディアのミュージックチャンネルノイジーに取り上げられるなど国内外のファッション関係者から注目を集める。2017年リリースしたミニアルバムリナにより新たな才能の出現と注目を浴び現地メディアの2017年の知っておくべきアーティストや次世代を担う100人に選ばれる。1990から2000年代の日本の音楽と2000年代初期の アメリカの R&B、ポップ、ロックに影響を受け、両者をミックスしている。最も影響を受けたアルバムには、宇多田ヒカルの、ファーストラブ、シーナリンゴの、小祖ストリップ、ビヨンセの、デンジャラスリー・イン・ラブ、NERD の、フライオア代を挙げている。自身では、自分の音楽を、キュートー・ R&B やあるいは、マライア・キャリー、カーディガンズ、ジャスティン・ティンバー・レイク、アリーヤ、 シーナリンゴ、NERD のミックスと表現している。2013年にシングル、スリーピング・イン・ウェイキングで音楽活動を開始。2016年7月、大阪の大型ファッションビル、ルクアのキャンペーンモデルに抜擢され、CM に使用されたオリジナル音楽も制作した。同年9月6日、東京都内で開催されたディーゼルの日本上陸30周年記念ショーに、 モデルとして出演。2019年6月、情熱大陸に出演。ネクストレディーガガと称される。2019年11月、その年に様々な分野で活躍し、輝いた女性に贈られる、ボーグジャパンウィメンオブザイヤー2019を受賞。2020年4月17日、初のスタジオアルバム、サワヤマをリリース。音楽評論家から高い評価を受け、 NME から星5の評価、オールミュージック、インデペンデント、ローリングストーンから星4の評価、レビュー収集サイトのメトクリティックからは89、100の評価をつけられた。2022年公開の映画、ジョン・ウィック、チャプター4にメインキャストとして出演することが発表された。ありがとうございます。